それではご案内の時間となりましたので、ただめから市長定例記者会見を始めます。本日発表事項ですが、風流踊りのユネスコ無形文化遺産登録の決定について、無料ペイ 30% 還元キャンペーンの実施についての2件です。では市長からお願いいたします。はい、それでは最初に風流踊りのユネスコ無形文化遺産登録の決定に関してもございます。本市の長井の大仏建売でございますが、風流踊りが11月の30日に開催されましたユネスコの第17回政府間委員会において、ユネスコ無形文化遺産に今登録されることが決定をいたしました。今回の決定は盛岡市で初となるユネスコ無形文化遺産であり、盛岡市の歴史に新たな1ページを刻んだことは非常に名誉なことであります。また豊富な民族芸能がある本市にとりまして、大変喜ばしいことであり、風流踊りの保存継承の一翼を担うことに対し、改めて大きな責任を感じているところでもございます。長井の大仏建売が今後ますます発展し、将来にわたりより多くの皆様に親しまれるよう、引き続き保存継承活動を支援してまいりたいと存じます。それから2点目でございますけれども、無料ペイ 30% 還元のキャンペーンの実施についてでございます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大が長期化する中において、新しい生活様式を踏まえた感染症拡大の防止と地域循環型の経済を実現するとともに、消費の下支えを図ることで、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている生活者や事業者を支援するため、地域経済循環型電子決済アプリ無料ペイでの決済に対する還元キャンペーンを本日12月1日から実施いたします。キャンペーンの内容といたしましては、無料ペイでの決済にあたり、通常の無料 J ポイントの 1% に加えて、決済額の 29% に相当する電子商品券無料ペイ祭りお年玉商品券を発行するもので、総額1億円の還元を予定しております。キャンペーン期間は12月31日まで予定しており、多くの皆様にご利用いただけるよう、期間中はクレジットカードによるチャージに対応するほか、スマートフォン決済に不慣れな方を対象としたアプリ利用支援相談会がなどを行ってまいります。なお対象店舗は約670店舗となっておりますが、加盟店舗を随時募集しておりますので、引き続き利用拡大、機会の拡大を図ってまいりたいと存じております。以上でございます。はい、ただいまの発表事項2件に関連しまして、質問等がありましたらお願いいたしますが、質問の際は必ずマスクをお持ちいただき、社名お名前をお話ししていただいてから発言くださるようお願いいたします。それでは質問のある方は挙手をお願いいたします。特にございませんか。よろし、あ、はい、では岩手日報さんどうぞ。岩手日報の刈谷です。よろしくお願いします。長井の大念仏建売なんですけども、この資料にも書いてある通り、2月26日に盛岡共同芸能フェスティバルというところで出演予定というところと、あと12月3日に北上市の方で風流踊りの団体が揃ったイベントというのがあるとは思うんですけども、これ以外に何か応援の意味で披露する場を設けたりというようなお考えはあるのでしょうか。はい、どうぞ。以上でございます。保存団体の方から、予定なんですけど、1月15日に長井の地域交流活性化センターでちょっとお披露目をしたいというお話があるようでございます。はい、
はい、他にご質問等ございますか。よろしいでしょうか。はい、それでは次第3に入りますが、記者クラブからの質問に移ります。ここからにつきましては、幹事社を代表いたしまして、盛岡タイムスの平川さん、進行の方よろしくお願いいたします。はい、本日司会を担当します盛岡タイムスの平川です。よろしくお願いします。それでは記者クラブを代表して質問いたします。今年も残り1ヶ月となりましたが、2022年はチャグチャグ馬コ、盛岡三叉踊りの復活、新バスセンターの開業、スポーツクライミングワールドカップの初開催など、盛岡市にとって大きなトピックが多かった1年だと思います。1年を振り返り、現在感じている課題などを教えてください。よろしくお願いいたします。はい、まあ、今年1年を振り返っての所感でありますが、新型コロナウイルス感染症の長期化に伴いまして、引き続き市民の健康安全を守るための感染拡大防止とワクチン接種に全力を尽くすとともに、感染症の影響に加え、エネルギーをはじめとした物価高騰を受けている市民や事業者の皆様に対し、幅広い支援策を講じるなど、市の総力を挙げて取り組んできた1年であったなと思っております。一方、チャグチャグ馬コや盛岡三叉踊り、岩手盛岡シティマラソンなど、待ちに待っていたイベントが規模を縮小しながらも3年ぶりに今開催をすることができました。また盛岡では初となる国際大会でありますが、クライミングワールドカップが開催されるなど、市民や観光客をはじめ多くの皆さんに喜んでいただきました。昨年までの制限や自粛の状況から、アフターコロナを見据えた社会経済活動の活動に向けて次第に歩みを進めてきた1年でもあったと思っております。7月31日には中村うるま市長をはじめとする公式訪問団や、うるま市三叉踊り隊、エイサー、獅子舞の演舞団体など総勢130名を超える皆さんをお迎えし、友好都市提携10周年記念事業も実施をいたしました。翌8月1日には盛岡三叉踊りも参加していただき、3年ぶりのお祭りを大いに盛り上げていただいたところでございました。そしてまた10月には盛岡バスセンターがバスターミナル機能に賑わい機能も加えた新たに今開業いたしたところであります。今後の周辺の市街地再開発と合わせ、さらなる街の賑わいの創出を期待しているところであります。同じく10月には盛岡市と砺南村の合併30周年をお祝いする記念事業を開催いたしました。これまで砺南地域の発展と変わらない地域の魅力の再認識と合わせて、県と盛岡としてのさらなる発展の契機となる大きな節目を迎えることができました。さらに現在新規感染者数は増加傾向にあり、市内経済の状況は依然として厳しい状況にありますが、引き続き感染防止対応をするとともに、アフターコロナを見据えた社会経済活動の活性化に向け積極的な取り組みを展開し、人々が生き生きと暮らし、そしてまた雇用拡大につながるような整備ですね、これらを進めながら、本市が東北の拠点都市としてさらに発展を続けられるよう全力を尽くしてまいりたいと存じておりますので、引き続き皆様の市政への支援ご協力をよろしくお願いをいたしたいと思っております。ありがとうございます。ただいまの市長の回答に関連して何か質問はありませんか。内容ですので、事前質問以外の関連で何か質問はありませんか。お願いします。
IBC 岩手放送の大崎です。よろしくお願いします。まあ、来年の話になるんですけれども、まあ、これまでも何度か質問が出てると思いますが、あの節目なので改めてお聞きします。あの来年9月1日あの市長の任期満了になりますけれども、あの今の時点でですね、あの市長はあの、まあ、次の任期に向けての意欲があるのかどうか、その点をお聞きしたいと思います。はい、まだあの後援会の方々、地域の方々含めてですね、まだそういうお話し合いもする機会も持っていないわけであります。まあ、そんな中でさまざまこれからも盛岡市政発展のためにですね取り組んでいかなければならない課題もたくさんあると。まあ、この新市庁舎の問題、それから道明地区の第二工業のですね産業と用地の造成工事もスタートいたしますが、その他に野球場周辺のですね75ヘクタールに及ぶですね物流基地というかですね拠点、これらの整備、さまざま課題がまだまだ山積しているなとは思っておりますが、いずれ後援会の皆さん方といろいろとお話し合いをさせていただく中で、しかるべき時期に判断してまいりたいと思っております。ありがとうございます。あの昨日ですね、あのその市長選に向けて、まあ、新人が、まあ、市長選に向けてはあの初めて名乗りを上げたんですけれども、そういったた部分は特には、まあ、あの報道等で見たか見ないか分かりませんが、特に相手の動きとは関係ないもんでしょうか、いかがでしょうか。それはそれぞれ の, あのご判断で表明されたタイミングだったんだろうなと。まあ、あの以前にも出馬をされている方でありますから、まあ、規制路線というかですね、規定路線なのかなと、まあ、受け止めさせていただいております。この出馬会見に昨日あの取材させていただいたんです。で、まあ、あのその中でその、まあ、新人の方がお話していた中では、まああのまあ、ざっくり言うとその、まあ、多選の弊害のようなところでこう市政の停滞に関してそのお考えがあるようでした。まあ、そういった意味ですね、市長ご自身が、まあ、今5期なさっててですね、あの、まあ、あと年齢的なこととかですね、まあ、いろいろそういうことはそのいろんな盛岡市に限らず選挙でよく取り上げられる争点になったりしますが、そういった多選あるいは年齢的なことというのは市長はどのようにご認識持っていらっしゃいますか。まあ、それぞれ の, あの時期時期によってその、まあ、課題があるわけです。そしてまた継続してその流れをですねより良い方向で継続していくということも大切なことだと、まあ、思っております。まあ、年齢については、まあ、人生100年時代ですから、以前の時とはだいぶ違ってきているのかなとは思います。まあ、私自身はこの通り元気なもんですからですね、まあ、後援会の皆さん方といろいろお話し合いさせていただく中でですね、方向性は見出していきたいなと思ってます。です。他に質問はありませんか。お願いします。まです。よろしくお願いします。先ほど市長も少し触れられましたけど、コロナがあの感染拡大傾向にあるということで、まあ、懸念されていることとか、あと年末年始迎えるにあたってあの呼びかけること、もしくはその市が独自で取り組む行動制限とかも含めて、まあ、取り組めるのかどうなのか、その辺のお考え聞かせてください。はい、まあ、いずれちょっとこう増加傾向にあるなと。そしてまたこれから年末年始に向けてですね、人の動きがまた活発になってくるということが想定されますので、その意味においては感染予防対策をしっかりですね講じていただきたいなと。そしてまたワクチン接種もですね今推奨してございますので、まあ強制するものではありませんけれども、そういう接種を考えておられる方はぜひ対応していただければなと思っております。なんか保健衛生官でございます。あの飲食店対策とそういったことは予定しておりませんで、まずは自主的な基本、
適感染対策の徹底を市民の皆様にいろいろな媒体を通じまして、繰り返しこう広く呼びかけて、そしてそれを浸透させていきたいというふうに思っております。他に質問はありますでしょうか。お願いします。岩手日報の刈谷です。先ほどの、市長選の関係のところで改めて一応確認なんですが、今の時点ではまだ未定で、しかるべき時期にその、出る出ないに関しても判断したいというようなことを、ということで受け取ってよろしいでしょうか。はい、わかりました。他にありますでしょうか。質問がなければ以上で記者クラブからの質問は終了します。はい、ではタイムズ平塚さんありがとうございました。では以上で本日の市長定例記者会見終了いたします。